はい、俺です。今日もね、ウィッチャーをやっていきたいと思います。ウィッチャー3ね。それではね、進めていきたいと思います。医者だな。怪物の犠牲者を見せてほしい。ああ、そうだな。まだ焼却していない。手配しないとな。検視はまだやらないのか。必要ないだろう。安いワインの匂いがする物乞いやホームレスだぞ。見ても構わないか。はっきり言うと嗅ぎ回ってほしくはない。命令書を持って戻ってこようか。やれやれ、強引だな。ほら、死体安置所の鍵だ。好きなだけ見ろ。普通の人間なら貧血と診断するところですね。ただウィッチャーの体と人間の体は大きく異なり、彼は酔っていた。誰かに砂利の上を引きずられた。首に牙の跡がある。吸血鬼が血を吸ったんだ。結構えぐいね。吸血鬼の髪跡と酒の匂い、他のものと同じだ。ほうほう、何これ。えぐ、乗れねえのか。乗れたというよりか、ああ、いけないのね、上は。たまにね、上が、上に行けるときあるんでね。ジャンプとかしてるとね、掴んでくれるから。乗ってみるといいですよ。はい。あ、なんなりと。よし、じゃあ次だ。敗北主義と逃げ越し女。昨日、また死体が見つかったそうだ。血が一滴残らず抜かれてて、骨と皮だけだったとさ。くそ、街道でも危ないのかよ。怖がることはないさ。知らないのか、奴は金持ちしか襲わないんだ。お前なんか見向きもされないって。なんだそりゃ、いつから怪物が獲物が金持ちかどうか気にするようになったんだ。味の違いを覚えたんじゃないか。ほら、泥の中に住んでる魚と山の上の清流にいる魚じゃ味が違うみたいにさ。なるほどね。ルンレイスもびっくりだ。あんたの方がクズ拾いがうまいじゃないか。白髪、なぜ白髪。これか、あ、これだ。何の音。使い古しのブレスレット。メッキの下は銀だ。女の手首には大きすぎる。犯人が落としたんだな。宝飾品への思考、犠牲者の死体にある傷、全てが肩感を示している。だがこの吸血鬼は酔っ払いの血が好きらしい。それで誘い出せるな。黒い布を大量に仕入れたって本当なの？町にはウィッチハンターがいるって知ってるだろ。ああ、商人人生をかけてな。なぜだ。うわ、何のつもりだ。酒場で情報。ステファン。ああ、お前か。何の用だ。まあ、どうやって買い物しておこう。見てもいいか。ああ、いっぱい売ってんじゃん。なんかどっか金あるし。ベロベロに酔いたい。安いワインでな。女と揉めたのか、それとも仕事で失敗したのか。いや、仕事の一環だ。前金で払ってもらうよ。また来るよ。
も信じないのね。クソったれ、みんなクソったれよ。 あんたも信じないのね。クソったれ。うん、ベロベロ。女と揉めたのか。いや、仕事。ま、次はどんどんつくんだ。人生に言い訳でもさしたか。ピコバロから来た娘。夜はお堅く、朝は奔放。朝っぱらからビーコバロから来たもう一人の娘。楽しみ奪われ悲しみながら飲んだ朝っぱらまで。肩感は聞いてない。別の歌を試そう。彼らは病気をばらまく敗北主義と逃げ腰もな。三人目の娘は襟好みせず、立ってる男なら誰にでも許した。朝っぱらから。一体何なんだ、まったく下品なやつめ。最近の若いもんは。わかったわかった、待って。足元に注意しろ。血の匂いがするぞ。出てきて戦え、クソ女。うん、血を飲んでやる。無駄話はやめろ。ここだ、こっちだ。Please!
ら。真ん中出るわけ。なるほどね。あれ、あ、剣がやべえな。まだいけんだろう。終わりにしよう。我慢の限界が来る前に消えろ。市民を殺していた怪物を倒した。町をうろついていたのはカタカンだ。本当か。だがカタカンとは何なんだ。上級吸血鬼だ。これはとりわけ興味深い事例だ。汚らわしい化け物がどう興味深いと。こいつは酒好きで増長しきった自我の持ち主だった。肝心なのはそいつを殺したことだ。その点は称賛しよう。またな。変な真似するとぶっ殺すぞ。